地味にキムタクと同じ身長のヘビアナヒロアキです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンのフルアダルト、一番育った状態でどれぐらいの長さになるのかというのを測ってみたいと思います。もうこれはですね、フルフルアダルト、うちで一番大きいヘテロパイボールという種類のモルフのメスなんですけども、まあ、ボールパイソンはメスの方が大きくなりやすいと言われていて、この子もしっかり育ちきったメスですが、こう見るとそんなになんか大きい感じしなくないですか。彼らいつもだいたいですねキューとなっているので、こういう70センチ前後のケージで飼うこともできるんですけど、伸ばすとね意外と長いので、今日どれぐらいの大きさなのかっていうのを測ってみたいなと思います。お手伝いをしてくれるのはうちのスタッフのですね、大橋という種類の人間です。うちで最大サイズの。なんでそんなに大きいの。いや、もうやっぱ両親が大きいんで、あ、それやっぱ遺伝した。遺伝です。モルフですね。モルフです。モルフ大橋、スーパー大橋というスーパータイですね。大きくなりがち。身長何センチですか。身長も181。181、はい。さあ、じゃあ早速ですね、ビッグブリッジ大橋くんに、はい、体を伸ばしてもらいたいと思うんですけど、こういう感じで広げてもらってもいいですか。ピャーってやるとちょっと嫌がると思うので、すごい、おお、これはねちょっとすごい。さあ迅速に、はい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 、まあおおよそですね、おおよそ。さあ頑張れ、広げて、いいか、2人がかりでやろうか。はい、ここ持てる、真ん中、頭の方は僕が持ちますので、試して、そう、いい。あ、お、難しい。まあ、だいたい160ぐらいですかね。うん、一番育っても160ぐらい。長いね。でかい、4キロぐらいありますけど、大きくなれ大きくなれと願って、たくさん餌を与えて、大きくすると160ぐらいになりますね。160、の160って、そう、伸ばすと大橋さんの唇ぐらいですね。そうですね。ボールパイソン好き？大好きです。大好きです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンという種類のヘビが一番大きくなるとどんな感じに、どれぐらいの大きさになるのかというのを、うちで一番大きなモルフの大橋さんと一緒に測ってみました。160センチぐらい。当店の販売しているヘビ、覗いてみたい方は概要欄にあるホームページからご覧ください。飼育やご購入についてご質問がある方は公式 LINE からお問い合わせをお待ちしています。